サムさん第298回 TOEIC L&R 公開テスト感想を言ってみたいと思います。で、私が本日受けてきたフォームはこちらでございます。皆さん、問いの1番、ボートの横に座ってる男性、このフォームでございました。そして今日初めてお会いする方ですね、この上にも書いたんですが、我々は毎朝英文法、パート5対策を中心に動画を毎朝上げているんですが、その中でもですね、やっぱり的中が頻発しております。もう書いた通り、過去の動画で的中した情報満載なんですね。ですから8月以降も TOEIC を受験される方は、ぜひとも明日以降、今日からでもいいんですけども、我々の動画をご覧ください。そして量が多いので、新しいものから古いものへ遡っていただいて OK ですからね。そしてあと、普段ご覧いただいている方、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。で、皆さん、リーディングセクション、特にパート567、ここに出てきた情報を先に言いますね。まずは括弧1番をご覧ください。括弧のところが今日の問題であったんですが、左側は It's 所有格で、空所の右側は名詞ですから、本来であればこの空所のところは形容詞だろう、後ろの名詞にかかってきますからね。で、その知識で4択を2択に絞った後、皆さん確か単語は Sour、それを原級で使うのか、最上級 Most をつけて使うのか、左側に It's という所有格がございますので、言い方を変えると The ではない、ザーじゃないんだからモーストはダメだろう、だから最上級は×で減給の方を選んだ方がいいんじゃなかろうかと思って、なんか根拠が曖昧だなと思って、みさ後ろの方まで見るとこういう表現があったんですね。50年間の中で、そうです、みさこれで分かりますよね。50年間の中でと言われたら、その中で一番という話になるので、最上級が正解。え、ザーはなくてもいいんですかと言われそうですが、九州の左は所有格、皆さん所有格って皆さん特定する働きですからね。ですからザーとほぼ同じですから、そういう中でも最上級使って OK で、続きまして括弧2番、文頭に空所があったんですが、その後ろですで、ちょっと皆さん法人名忘れてしまいましたので、ジャパンエアラインズに代表して出てもらいます。で、その後ろに動詞の原型があって、この順番からすると、なんか VS の順番になってるな。そうです、統治が起こってるんですね。で、ここに反応できたら、選択肢の中に Not Only があったんですが、皆さん思い出せますよね。否定の副詞が先頭に出たら統治が起こる。で、それが1点と、皆さんもう一つですね、本当にこう、最近の動画で言ったばっかりのものが問われておりました。ですから、初めてお会いする方ですね、皆さんこれ、ジャパンエアラインズということで、パッと見複数形で、パッと見複数形なので、左側 does ではなく do じゃなかろうかと思ってしまいますが、皆さん会社名の右側には、皆さんカンパニー、屋号の右側にはカンパニーが省略されているだけなんですね。ですから皆さん、法人名が s、 複数の s がついていたとしても単数扱い、こういうのも皆さん出現しておりました。そして括弧3番、皆さん give、 皆さん give と言われたら何文型かご存知ですね。そうです、第4文型で、本文中にギブがあったんですが、直接的な設問に絡んでいたのはこの動詞でございました。そうです、賞を与えるという意味の award、これが第4文型だと分かって解けてると当てやすいんですが、そこまで見えてませんでしたという方はぜひ記憶していただけるとよろしいかと思います。ただこの辺りも皆さん過去の動画で説明してますからね、過去に遡ってご覧いただいてもよろしいかと思います。そして括弧4番 think、 皆さん think何文型か意識はできてますか？そうです、第5文型、なおかつ think の後ろの形、そうです、目的を to be for、 もちろんこの to be は括弧しておりますので省略化で、今日これが直接聞かれておりました。この括弧3番の award も括弧4番の think も能動なのか受動なのか、それと合わせて問われておりましたが、皆さんこれはもうまたいつ出てもおかしくないようなレベルですからね。そして括弧5番、皆さんこれは本文中に出ていたんですが、 The Moment、 皆さん The Moment って何詞ですか、用法は何ですか、一瞬名詞かなと思う方もいらっしゃるんですが、後ろ SV つながってるんですよね。ですから接続詞。そして最後は括弧6番、比較級の強調、この知識があると選択肢を容易に削れる、そんな問題が出ておりました。で、これも最近の動画で喋ったばっかりですからね。で、今日はマッチやファーが出ておりました。という感じで皆さん、的中は今後も狙っていきますからね。8月以降受ける方はぜひ引き続きご覧ください。とりあえずここまで左側、難易度に関しておさらいをしておきます。
で、パート1は標準4問、八重南2問。まあ、八重南はまあ大概いつも同じなんですが、まあ、人がいないですね。背景描写問題。ですから今回のリスニングもちょっと難しいのかなと思ったら、パート2がまあ普通に戻っております。まあ、標準問題20問、八重南問題5問。で、パート3と4は、まあ、いつも通り。まあ、無茶な問題はなかった印象です。まあ、昨年と同じ感じ。で、パート5もいつも通り。まあ、特にこの我々の動画をご覧いただいている方は余裕でさばけたかと思います。そしてパート6も16もありますが、標準が13。まあ、ちょっと悩むなっていうところはまあ3問ぐらいで、これもいつも通りです。で、パート7ですが、全体としてはいつも通りで標準レベルが8割。で、パート7ですので、シングルパッセージとマルティプルパッセージ。まあ、ダブル、トリプルなんですが、まあ、毎回はそうなんですね。シングルの方がちょっと難しいなという問題に出くわす確率が高い。まあ、逆にダブル、トリプル。まあ、最後まで到達できた方にはまあサービス問題。まあ、ご褒美問題ですね。ですから、シングルにちょっと苦手意識を抱いている方ですね。ダブル、トリプルから解き始めるというのも一つの手でございますので、まあ、実験する機会がありましたらやっていただけるとよろしいかと思います。ということで皆さん、明日以降も皆さんにとって必要な情報、的中を狙って進めていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。